新宿アイランドタワーは東京都新宿区西新宿6丁目の新宿新都心の一角にある超高層ビル。住宅、都市整備公団が施行した西新宿6丁目、東地区第一所市街地再開発事業により平成7年に完成した。新宿アイランドタワーを中心に食住一体型のコンドミニアムや店舗などが複合した区域を形成しており、 全体では、新宿アイランドと呼ばれる、第37回、BCS 小受賞東京都水道局新宿営業所跡地を中心に、古い住宅が密集していた約2万9000平方メートルの土地を市街地再開発事業によって、都市基盤整備を図ろうとの計画が持ち上がり、1989年に、都市計画が決定。住宅、都市整備公団が、 初の再開発方式での事業主体となり、1990年に着工し、1995年5月1日にグランドオープンした。総事業費は約2100億円。地下4階地上44階の新宿アイランドタワーを中心に、全体では新宿アイランドと呼称される。タワーあ上部はドーム状になった白を基調に青緑色のガラスが、 特徴のビルで屋上に大きなヘリポートがある。開業当初はオフィスビル不況の直撃を受け、借り手がつかず苦戦を強いられ、住都公団が都内の分散していた死者や第三セクターを当ビルに集め賃貸するなどした。ラブのオブジェなど、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 専用郵便番号、郵便番号163から13が設定されている。 大部分の住所は西新宿6の子の1、6から4から1だが、区画整理でできた建物のため、一部施設で住所が違うので郵便物を送る際は注意が必要。ありがとうございます。